ようございます。もういきなりの夏すぎて小型扇風機デビューしました。どうもリオです。じゃん。はい、ということで今回は吉野家のラーメン屋。はい、今日はラーメンでございます。でね、あの牛丼吉野家がね出したラーメン屋があるということで、もう結構ねだいぶ前にできてるらしいんですけど、ちょっと気になっていたので今日はそこに行ってみたいと思います。なんかね大阪ではね出てたらしいのよ。それが東京にできたということで、今日はね池袋です。てなわけでではではスタート。はい、ということで見えてまいりました。すんごい存在感、和田。もうねここ駅のすぐそこですね。でなんか学生さんかな、めっちゃ人が通りが多いね。てなわけで到着。じゃじゃん、こちらでございます。外観から強そう。じゃん、やばいんだけど、これが爆牛ラーメンですね。爆発してるよ。でもってスタミナ爆牛ラーメン、これがね看板商品みたいです。スタミナ牛肉ラーメンでね。でこの祝い盛りラーメンっていうのもある。なんかねお祝いしてるんだろうなきっと。で塩系のもあるんだね。ワンタン、うわちょっと食金機なのでね、メニューを選んでいきたいと思います。あ、この辺トッピングか。ニラキムチもいいね。九条ネギもある。ちょっとさ、ドリンクある？あった、ビールがありました。反射で全然見えない。よいしょ、スタンダードかな。これなんだろう。ネギ好きだから入れてみよう。お会計、あ、やばい、めちゃめちゃ出てきた。ちょっと待って、めちゃめちゃ出てきた。注文し終えた後にさ、夏限定のスタミナつけ麺っていうのもあった。これも美味しそう。つけ麺いいよね。はい、テーブルに座りまして、ちょっとねお店が落ち着いてるのでボックス席に座らせてもらいました。だから卓上がすごいよ、にぎわいを見せてる。あ、にんにくとか二味辛味噌、この辺で味変していくと。でね、もう席ついた途端にこれお通しの生卵がついてきました。あ、ありがとうございます。あ、面白い、こっから提供スタイルなんだ。ちょっと早速飲んでいこう。あ、ありがとうございます。はい、続々と来やした。よいしょ、まずはちょっといただきやす。よいしょ、乾杯。しみる。もうさ、完全に夏じゃないですか。汗だらだら。あ、来た、早っ。スタミナ牛肉ラーメン、ありがとうございます。すごい、ね、ありがとうございます。すごい、めっちゃうまそう。ちょっとやばい、早く見せたい。パソすぎる。よいしょ。はい、ということで来ました。めっちゃ美味しそう。これがねスタミナラーメンでございます。で私ねネギもりもりにしてもらいました。めっちゃ美味しそう。で小ライスがデフォルトでつくという。ちょっと早速いただきます。はい、まずねこれ見るからにさ吉野家の肉だわまずお肉だけいただきます。うん、意外と優しい味付けだ。うん、うまっ。あ、てか焦ってさ、スープ飲まずに先に肉食べちゃった。じゃあスープ。あ、美味しい。ちょっと辛いけど、あ、でも意外とあっさりだわ。あっさり系ですね。うん、美味しい。ちょっと肉を全部食べちゃいそうなので先に移しておきます。
ただきます。よいしょ。あ、細麺だね。まあ私が細麺選択したんだけど、めっちゃ食べやすい。私ネギ好きなんだよね。なんかさ、ラーメン以外にもどこ行ってもなんかネギがさ、あのトッピングあると頼んじゃう。多分だけど多分って何。ちょっとさ、ネギがさへこたれちゃったんだけど、ネギと一緒に。よいしょ。お肉と一緒に食べよう。味がね、ちょっと違うけど、もう完全にビジュアルは吉野家だし、お肉のビジュアルは吉野家。なんかね、吉野家が大元の会社みたいな感じらしいです。うまっ。これってトッピングでこれ入れる、卵入れちゃうの正解ですか？一応、はい、卵の合うラーメンとして売ってるので。あ、そっか。あ、これですね。そうですね。あ、なるほど。それやっぱ牛丼にするタイプのお客様も多いので。そうですね。じゃあ1個は牛丼。1個はラーメンみたいな。それありがとうございます。すいません。そうだそうだ、ここにね書いてありました。日本一卵が合うラーメンのおすすめの食べ方。見た目ほど辛くないよ。あー、なるほど。商品が到着したらまずはスープを一口。もうこれも×です。ブブー、間違えました。あ、で待って、ナチュラルに合ってるじゃん。ナチュラル正解で、生卵をライスにかけてもいいし、ラーメンにかけてもグッド。そんでもってこのニラキムチをね、半分。そんでもってよいしょ。もうで、ニラキムチも合わせて。うわー、すんごい。卵を絡めて、うん、うん、めっちゃ卵合うよ。もう書いてあるのか。おいしい。なんかこのスタミナ肉ラーメン、私辛いのあんまり食べれないからデフォルトね、ちょっと辛いなと思ったの。卵入れたらめっちゃマイルド。うまい。ちょっとね、お次はこの牛丼タイムでいきたいと思います。ポケット忘れでめっちゃ斜めになった。めっちゃポケット忘れんで、スープだけだけな。よいしょ。ちょっとお次はね、牛丼系で。うまそう。それ合うのよ。うまっ。人間ってさ、うまーとかさ、合うって時さ、めっちゃ眉間にシワ寄るよね。それ合うのよ。うまっ。ここにニラ入れます。うまっ。よいしょ。
やっぱこの辺はね、学生さんがめちゃめちゃ通るね。そしてね、ちょっと残しておいたご飯をスープに浸したの。うまっ。みんなこれ絶対やって。うまっ。なんかほんと見た目マジでヤバって思ったの。ボリュームもすごいし、味がガツンかなって思ったけど、全然サラサラ食べれちゃう。美味しい。なんか女性でもすごい食べやすいラーメンだなって感じ。ごちそうさまでした。再びね、池袋駅へ帰るために、あの暑いので一旦水分補給と糖分タイム。多分これはあのレーズンサンドを食べてますね。からのちょっと飲み足りないということでね、このマス屋に行きたいと思います。ここはね、店内がね、キッチン囲むようにコの字カウンターで立ち飲みになってて、周りはテーブル席みたいな。結構店内ワイワイ系なんだけど、この立ち飲みゾーンはね、なぜか落ち着く。ここは串系も人気なんだけどもね、なぜかおでんが食べたくなってしまった。暑い季節でもおでんはいいよな。コンビニでさ、夏になるとおでんがなくなる現象、あれどうにかならんのかね。にしても黒おでんしみしみでうまい。お願いします。暑いからお酒も進むのよ。てなわけで速攻代わり入ります。私極度の猫舌すぎてさ、あのこれあの40分ぐらいかけて食べました。次回はね、お腹ペコペコの状態でいきたいと思います。レモンサワーもグビッと飲み干して、ごちそうさまでした。お会計お願いします。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。牛丼も食べれてラーメンもすすれちゃう。想像以上にあっさりして食べやすかった。ではでは、チャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。バイバイ。